はい、こんにちは。本日は牛込神楽坂駅を周辺歩きたいと思います。ここは A3 出口だと思います。出口はね、 A1 から2、3と3つあるようですけれども、2の方向行ってみましょうか。バーッと出るとですね、今日あいにくの天気でちょっとね、小雨降ってるんですよね。でレンズに水滴が映り込むかもしれないんですが、もうせっかく来たんでこのまま撮影したいと思います。ちょっと見苦しい点があるかもしれません。ご容赦いただければと思います。牛込駒込駅ということで、隣が牛込柳町かな、大江戸線でございますね。そして飯田橋近くでございます。でここからそこから出るとですね、 A3 出口出ますと文英堂ビル、これ何でしょうか、文英堂出版社。そしてここからね、結構高いビルがあるんですけど、上はマンションかな、これマンションでございます。極真空手があって、ここはカラオケスナック、あんまり見た感じのねあんまり見た感じの、見たことのない感じのカラオケでございますが、まあ、スナックでございます。あったりとか焼肉ハウス、散歩でいいんでしょうかね、これなんかいい感じですよ。ちょっと見てみますか。ちょっとなんか、なんだろうな、エキゾチックな雰囲気で、観光地に来て、あるいはアジア感が若干あるような感じですが、ただいまの時刻は18時7分を回ったところです。日付言ってなかったですね。2022年5月15日日曜日でございます。日曜日ですので、18時からもうあれか、ディナータイムであるわけですよね。明るいですけれども、まあ、梅雨入りはもう少しするのかなという感じで、あ、こういう感じでベレ出版、半導体のことが一冊丸ごと分かる本とか、どんどん話すための瞬間英作文トレーニング、科学の歴史とか、そういう感じでございます。ここは何でしょうか。飾り、花咲く里と書いて飾りと、何屋さんなんですかね。クローズドですけれども、久しくやってない感じかな。今日がたまたまなのか、なんだろうな、飲食店なのかな。飲食店の雰囲気はしますが、日曜日なんでね、やってないパターンは当然あると思います。立体駐車場待ってるとかね、ちょっとどんよりした感じですか。ただね、まあここに住んでらっしゃる方結構いるんじゃないでしょうかね。あの住宅といいますか、ファミリー層が住んでる感はない。あとここは小高でいいのかな、小高なのかな、製本工業株式会社小高って書いてある、カタカナ書いてありますが、半分倒壊したような感じになっています。その反対側、隣にはセブンイレブンがございまして、セブンイレブンもあります。徒歩圏内にセブンイレブンがある、これはね、ここからね、引っ越しを検討されている方にはとても重要な情報なんじゃないでしょうか。割と広めなセブンかな、都内にしては広めな雰囲気でした。ちょっと中まで入れませんでしたけども、あと駐車場、これ事情見ておきましょうよ。最大料金が8時から22時までで、3080円、これはねどうなんでしょうか。安かないね、安くないと思う。ただ22時から8時、これ見てください、550円、この落差たるやよ。15分220円なんで、まあそういうことですね。もう止めるとしたら日中やろと、で仕事やろと、仕事の期間中はちょっと高いよと、そんな感じですかね。最大料金だから、まあそれぐらいなのかな。六本木とかだってもっと高いのかもしれませんけど、はい、ちょっと緩やかな神楽坂だからかは知りませんけど、ちょっと緩やかな坂でちょっと上がったんですけれども、そこからすぐ下っているような、そんな感じでございます。駅の入り口がここにもあるんでしょうか。地下鉄を示す青い看板見えますでしょうか。あ、ありますね。 E05、 これは大江戸線の E205番目、おそらく都庁からなのかな。あ、この件も喋りたいね。あの大江戸線がね、分かりづらくさせるところは、あの、ね、都庁中心できてるんですよ。これ多分なんですけど、もっと詳しい方いると思いますが、この出入り口 A2 っていう風になっています。でね、そのね、都庁中心できてるんで、普通ね、新宿とかを中心に考えてしまうんですよね。中央線とか山手線って新宿を中心に考えて、総武線もそうですし、まあ、なんなら西武線とかもそうですよ。なんだけど新宿がね、中心じゃないんですよ。大江戸線は都庁なんですよ。だから都庁から三股に分かれていて、例えばここに来るのもですね、新宿まで一旦出た上で一回乗り換えるんですけど、一回都庁に行ってそこからまた乗り換えるみたいな、一駅ね。これ口で言うと分かりづらいかな。三股に分かれるところにね、人の字を書いて、で中心のこの分岐してるところが、まあ、新宿ではないってところがね、重要だと思います。これね、展示をやっていると思いますが、実はここにこっそり来たわけですね。それを見た後に散歩所ビルを撮るというような感じになっております。でちょっと回ってみましょうか。
坂、こっち側に行っちゃうと神楽坂から若干外れるのかもしれませんけど、一気に増えてきましたね。やっぱそういうところなのかな。やっぱこうマンションというか、マンションですね、マンション的な、まあ、10階建て行かないか行くかぐらいの高さのマンションがあるんですけど、ちょっと一本入ると完全に一軒家だと思いますが、一軒家ですね、一軒家、それほどの高さ、2階建て、3階建てがいいところで、まあ、4階建てかな、あれは4階建てもあるかもしれません、5階建てはないですね、なんかそういう感じで、街の雰囲気というか家の雰囲気はこれね、詳しくないんですけど、なんだろう、世田谷とはやっぱちょっとなんか一味二味違う感じだな。なぜ違うかって言語化ちょっとできないんですが、なんだろうな、世田谷って割とせ、なんていうんですかね、あのちょっとこうね、小スペな物件が多いと思うんですが、ここはね、こうちょっとゆったりとした敷地、門構えもね、そこから庭もちゃんとあるような、ちょっとあんまり映すとあれかもしれませんけど、そんな感じの、今お店じゃないですね、家が多いですかね。こう立派に G クラスのこうカスタムモデルのベンツも泊まってたりとかしますけども、高級なんでしょうかね、今ね、神楽坂、区的には新宿区になるようです。管轄は駒込警察署、この道路は駐車禁止ですというふうに書いてありますが、こちらもまた下っておりますよ。もう登ったり下ったりも大変よ、これ大変だけど、まあ飽きないっちゃ飽きないかもしれないですね。ただね、そうね、自転車通学そんな人あんまりいないか、高校生とか中学生がいっぱい遊んでるような雰囲気では、まあ日曜日だけどね、ないですかね。ここら辺とかもなんかハイクラスなマンション、低層マンションっていう感じでございます。じゃあこのまま行ってみましょうか。A3 から始まりまして、で H は行ってなかったですね。 H っていうのはなんか人の名前みたいですけど、神楽坂駅もちなみにすごく近くです。もう徒歩圏内、ほぼどっち側もね、この辺に住まわれてる方は最寄りとして使われるんじゃないでしょうか。これを右側に行くと、右側に行くと H になると思うんですが、これは袋小路に入る可能性が高い。これいけないですね、指導でございます、明らかに。これは右に右折できないですね、これ注意した方がいいかもしれない。なんか散歩しててなんか近そうだろうと思ったら全然遠く回りしてしまうようなパターンかも。あ、これまっすぐ行っちゃわないとダメですね、まあ、いいでしょう、散歩ですので。この辺はね、北町という駅になって、あ、駅じゃないですね、地名になっているような感じです。今ね、 Google マップを開いております。じゃあまっすぐ直進してみましょう。パークハウス、うん、やっぱこの辺はどういうあれなんですかね神楽坂ってやっぱりこう字面が良くないですか全然関係ないですけどね、あのこう言っていいのかな、個人情報すぎて、まあ、大丈夫かな。俺があの新卒で入った時 の教育役みたいな先輩がいたんですけど、その人がね、神楽さんって言ったんだけどねそれ神楽さんってめっちゃいいな、男性の方でしたけど、神楽ですよ、神ね、神が楽しいですからね、神楽さん、もう芸名みたいですよね、いいな神楽さん、非常にインパクトのあるすごい名前ですけれども。さあ、ここまっすぐ行くと小学校がございまして、これは新宿区立小学校になるようです。区立だよね、この感じなんだね、外面がね、あのコンクリートの打ちっぱなしかつだけじゃなくて、ちょっと装飾的にですね、縦のラインが入ってる、あれなんでしょうね、材料、他の材料も見えていて、まるでマンションが高級な、そうですね、なんていうのかな、マンション、もしかしたらホテル、これもいけるかもしれないぐらいの雰囲気。しかし向かい側は北町玄関ということで、これ、学校長、あれかな、保育園かな、保育園も併設というか、まあ向かい側にあると。これなんて読むんですか、読めないな、愛に日、あたこかな、愛実でした、愛実小学校。そして向かい側が、そう出てましたね、愛実子ども園、児童園があります。この落差よ、この落差はひどいとは言えませんね。ここでも希望がありますね、そこ通っていて、親御さんなんかここにね、小学校入れたら安心じゃないかという感じで、小学校の校章、ロゴ的なものがありますけど、なんかあれだね、あの警視庁の警察官のマークみたいですけど、
あんまり映すとあれかな。でも本当綺麗よ。工程も人工芝ですけどね、いろんなラインが引かれてあります。はい、実でございました。まあ歴史古そうですね。なんか今だと新宿区立北町小学校とかなんかね、分かりやすい感じになりそうなところが、愛実と言って愛に人書いてラブデイズね。裏側こんな感じになっております。小学校の裏側ですよこれ。あ、ここに書いてあるわ、新宿区平和都市宣言云々間というのがあって、環境都市宣言、あ、特にあの小学校の歴史については触れられていなかったですね。住所は北町の24というふうになっています。さあ、ここでやっと右側に曲がれますよ。これ右回ったらね、駅の方行きます。ただ大江戸線地下鉄でございますので、ザ駅、そしてプラットフォームが見える、そんなことはないんですけれども、やっぱね、駅前になるとなんかにわかに、外部車にも開かれたような街並みになってくるんではなかろうかと思いますが、三徳、あースーパーですね、見るからに。ちょっと行ってみましょう。三徳、これは都心部にしかないんですかね。まあなんか見たところによると、出入り口のデザインといいますか、ファサードはそれなりにデザインというか、まあ、お金をかけられているような雰囲気で、まあそんな感じです。だから広さはね、まあ、コンビニよりは全然広い、奥行きがある。だけどいわゆるスーパーよりも狭い、そんな感じ。ただ日用品を買う、仕入れるには全然十分な三徳でございました。わかんないけどね、外から見た感じですけど。さあ、ちょっと駅前行ってみましょう。こちらの駐車場を発見しました。こちらの駐車場は屋根付きでございます。立体ではないかな。もともとガレージ的なものを、まあなんかこうね、そういう風に改造したような感じ。2台止めれて、昼間8時から22時が2500円、さっきより安いですね。で、夜間やっぱり安い、そういう相場感なんでしょう。まあ、若干止めづらいのかもしれない、ここは屋根がついてるといえ。ちょっとね、ここでバックで U ターンしてっていうのは結構難易度は高いかもしれません。さあ、これまっすぐ行くと、どうやらここはね、早稲田通りみたいですね。で、左右に大久保通りで、左に行くと大久保で、右が飯田橋と。徒歩圏内なのかな。飯田橋はね、地図で見たところ全然歩いてはいけるかなという感じでしたけども。さあ、ここは駅前的な感じで、あ、セブンイレブンまたありましたね。セブンイレブンもあって、肉汁でいいんですか、肉汁かな、肉汁餃子製作所、講演会、持ち帰り受けたまわりますということで、居酒屋もあったりとか、その反対側家系、浜系ですかね。あんまラーメン詳しくないんですよね。ラーメン屋さんもあります。営業されていませんけども。で、さらにそこをまっすぐ行くと、もうちょっと激しいエンジン音がしますけれど、タリーズコーヒー。タリーズコーヒーはあります。ここの交差点の名前は、牛込北町交差点かな。牛込北町交差点。あ、見てください。あれ、上にくる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 回ってますね。あれで発電してるんでしょうか。ソーラーパネルもついてます。そういう街なんでしょうね。さあ、このトワリーズコーヒーはあんまり見ないかな。このオレンジなんか、なんか居抜きなのかな。もともとこういう感じ、なんかガツッとしてますね。はい、お客さんはですね、スカスカです。時間帯に横浜、あと行きたいな。営業時間は、あ、2022年5月6日リニューアルオープンだそうです。5月6日なんで、今日が5月15日でしょ。まだ1週間経ってないですね。新しい出来立てでございますので、もし利用される方がいたらちょうどいいかもしれませんね。ここで勉強したりとかいろいろできるかもしれません。東京新聞の神楽坂専売所がございます。その隣は蜂蜜プリン、あ、なんか美味しそうですよ。砂糖ゼロ、砂糖ゼロだって。あ、なんかいろいろね、ケア、ホスピタリティのあるプリンなんでしょうか。はい、じゃあ一周回ってきたことになるのかな。 AH 出口はちょっと確認しておきたいかもしれないですけど、この辺になるとね、この通り沿いは先ほど申した通り、まあ、いわゆる賃貸マンション的なものが多いような感じがしますね。しますね。だからこの辺で住んでる方は人口的には結構多いのかもしれないですね。さあ、現在地を私は iPhone で確認しておりますが、 AH 出口がね、多分ね、その辺ですね、右側にあるな。あ、出た出た、青い看板がアイコン出てきました。はい、ここから地下に、あ、まさに出てきましたね。ちょうどいい雨です。今日はいいね。ぐるっとすべての出入り口を網羅したことになるんじゃないでしょうか。もう一度確認しておきましょう。牛込神楽坂駅でございました。はい、いい出入り口ですね。改札まで行っちゃいましょうか。ちょっと雨降ってるんでね。あとね、すいません、申し訳ないんですが、カメラの都合でですね、あと7分ぐらいしかお届けできないことになっております。7分かかんないかもしれないですけど、とりあえずちょっと上限がありますので、ちょっとにわかな緊張感が私に漂っております。通常は改札はね、
地下鉄だと回らないことが多いんですが、まあ、ちょっと改札を逆にゴールにしてしまうという形で、改札気になっている方もいるんじゃないですかね。どんな改札、まあ、当然この改札をね入ってきたわけですけど、なんかねちょっと重厚だった安っぽくない全然、これなんか惣菜感が、ここはねそうでもないんですけども、改札行ったフロアではこういわゆる壁がですね、こう例えばこういうねボコボコボコってしたレンガ調って言っていいのかな、そうです、レンガ調にもいくつかのテクスチャーがあってですね、こう 1,2,3 ここだけで3つありますからね。でこれ入れたら4つでしょ。でしかもその高さのバリエーションみたいなのが こういうやつ、こういうね、なんかねあんま安っぽくない、なんかバブルな感じがしました。でこれ回すがシャシャーと、これ広いでしょうよ、これいいですね。ここもね別のいろんなテクスチャー、ここで色も微妙に違いますからね、これ映像映ってるか分かりませんけど、上段1段目2段目3段目4段目でそれぞれなんか微妙に違いますから、すごいですよ、相関もあったりして。で改札がこのまんま過ぎれば着くわけですけども、これもねただ単純にまっすぐなってるだけじゃなくてね、ちょっとカーブかかってますよ。カーブがかかってることによって、こっち側からだと反対側、つまり A2 か A3 方向だと思いますが、 A3 方向がね見えない感じ、なんかねそれがこう歩いてて楽しいなと、やっと見えてまいりましたが、その中央地点に改札口があるような形だと思います。ここは何でしょうかね、なんかちょっと色合いは違いますけれども、この駅の事務室がここにある感じですかね。忘れ物を受けたまわり所ということで、まあ、万が一何か忘れた場合にはここに届けられるんでしょうかね。結構ごつい感じの、なんかねすごいのコックピット感のあるところでございますが、さあ改札前に着いてまいりました。改札はおそらく一つですかね、ここから今回ってまいりました。 A1,2,3 と3つが左右に分かれている感じだと思います。はい、ということで本日は小江戸線の牛込神楽坂駅を回ってみました。それではまたお会いしましょう。散歩しゃべりでした。ありがとうございました。お疲れ様です。